こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。大気シャトル前に行きそうです。アフリカンピナクル、それに続いています。さらにはミッドナイトコンコルド、9番イタリアンクライシス、その後ろ。それでは先頭から大気シャトル先手を取りました。並んで14番ミッドナイトコンコルド、オリーブルック、この馬もこのグループ内からはワーキングキャスター。並んで9番イタリアンクライシス、先頭に戻りましょう。先手を取ったのは大気シャトル、内からはイタリアンクライシス、その隣にワーキングキャスター、すぐ後ろにメローショー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として13番大気シャトル、2番手はアメリカンライオン、ミュージックマーチ、3番手。さあ大気シャトル逃げ切れるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。大気シャトル先頭、あと 200m、 大気シャトル先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はワーキングキャスター。大気シャトル独走、大気シャトルぶっちぎりです。大気シャトル1着、2着はイタリアンクライシス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ザライーカ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。レジェンドセイント前に行きそうです。プレシャスファンティ、それに続いています。さらにはザライーカ、2番タラスコン、その後ろ。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。ザライーカ先手を取りました。3番パレノプシス、2番手を追走しています。その隣にレジェンドセイント、その後ろからはピア・シャルマン、緑の帽子、アルボラーダ、その後ろ。すぐ隣にミュージックコレクター、すぐ後ろにレジェラ。さあ先頭はまだ6番ザライーカ、2番手はパレノプシス。これは絶好の手応え。レジェンドセイント3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってパレノプシス、パレノプシス先頭、2番手はザライーカ、追いすがる。やはりパレノプシス先頭だ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。パレノプシス先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はザライーカ、残り 200m、 パレノプシス先頭だ。残り 100m、 パレノプシス厳しいか。タラスコン差し切った。先頭はタラスコン1着でゴールイン。タラスコン1着、2着にはどうやらパレノプシス。勝ったのはタラスコン、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。マイト&パワー前に行きそうです。アリゾナアスペン、それに続いています。さらにはボーンサップ3番マヤのトップガン、その後ろアイスラルビオレを後方に控えました。もう一度先頭から先手を取ったのはアリゾナアスペン、その外からボーンサップ、オレンジの帽子マイト&パワー、その後ろパリスアイズ、そのうちに続いています。並んで2番サマースター、その外からアローギャル、その隣にキャニオンセレナード、スムースアメジスト、すぐ後ろピンクの帽子ノーブルビリーブ、その後ろこれに続くのがガルフライジング、内からはトロットインディー、さらにはキングオブシップ、内からはメイクブレイブ、しんがりからアイスラルビオレオ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の後方からもう一度3番マヤのトップガン、レースを引っ張ります。その外にアリゾナアスペン、その隣にボーンサル、その横にパリスアイズ、サマースター、すぐ後ろその隣にアローギャル、その横にキャニオンセレナード、内からはダンキルデア、その隣にスムースアメジスト。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマヤのトップガン、その外からアリゾナアスペン、その隣にボーンサル、その横にパリスアイズ、サマースター、この馬もこのグループアローギャル、すぐ後ろ内からはダンキルデア、その外からキャニオンセレナード、その隣にスムースアメジスト、その横にノーブルビリーブ、これに続いてトロットインディー、その隣にガルフライジング、その外にメイクブレイブ、赤の帽子キングオブシップ、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から先手を取ったのはマイト&パワー前のトップガン、好位をキープ、その外からボーンサッ、その後ろにパリスアイズ、その隣にサマースター、その横にアローギャル、ダンキルデア、そのうちに続いています。その後ろにスムースアメジスト、並んで15番ノーブルビリーブ、これに続くのがトロットインディー、その隣にガルフライジング、その外にキングオブシップ。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から先手を取ったのはマヤのトップガン、その隣にボーンサル、その横にアリゾナアスペン、サマースター、この馬もこのグループアローギャル、すぐ後ろその外にキャニオンセレナード、さらにはノーブルビリーブ、内からはスムースアメジスト、並んで7番ダンキルデア、黒の帽子トロットインディー、その後ろガルフライジング、すぐ後ろ並んで1番メイクブレイブ、先頭は依然としてマヤのトップガン。ここで先頭が入れ替わりました。マイト&パワーマヤのトップガン2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マイト&パワー先頭、差はほとんどありません。2番手はマイト&パワー、マイト&パワーいっぱいになった。やはりマヤのトップガン先頭だ。先頭はマヤのトップガン、あと 200m トロットインディー、余力は十分。さらに引き離していくトロットインディー、粘るガルフライジング、食らいつくトロットインディー1着、トロットインディー1着、2着にはどうやらマヤのトップガン。勝ったのはトロットインディー、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフライングリオン、クリス・ザ・ベンチャー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクリス・ザ・ベンチャー鼻に立ちます。その後ろからはデイラミ、この馬も上がっていく構えです。さらにはブラウンサミット、12番フライングリオン、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはフライングリオン、デイラミ、すぐ後ろ白の帽子ブラウンサミット、その後ろ。その外からアントレプレナー、その後ろにアライド・フォーシズ、緑の帽子成田ブライアン、いい位置につけました。その隣にデザートキング、シングスピール、そのうちに続いています。その後ろにフィルサドスキー、これに続いてクラシッククリーシェ、すぐ後ろにムーンライトエーム、その外からボルジア、内からはダンスデザイン。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはクリス・ザ・ベンチャー、その後ろにデイラミ、その隣にフライングリオン、少し間が空いてブラウンサミット、黄色の帽子アントレプレナー、その後ろ成田ブライアン、いい位置です。並んで1番フィルサドスキー、パレスマスク、この馬もこのグループ。その外からデザートキング、内からはムーンライトエーム、青の帽子ボルジア、その後ろ内からはダンスデザイン。さあ先頭はデイラミ、さらにリードを広げます。アライド・フォーシズ、ほとんど差がありません。クリス・ザ・ベンチャー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。デイラミ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はクリス・ザ・ベンチャー、懸命に追いすがります。やはり成田ブライアン先頭だ。さあ先頭に立ったのは成田ブライアン先頭です。引き離しにかかりました。2番手はフィルサドスキー、成田ブライアン1着、成田ブライアン完勝、成田ブライアン1着。2着はシングスピール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。成田ブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。